それでは、もしよければ、コーツマさんから少し、那文献の、新しくできた、文化財防災センターについて少し、ご紹介することはできますでしょうか？どういう目的があるとか、どうしそうて那文献でやるとか。ですね。ちょっと、組織の位置づけっていうのが、ちょっと誤解があると思うんですけれども、那文献の中にできたんではなくて、那文献も含まれている国立文化財機構の本部に位置づけられる。文化財防災センター。Yeah, so the center is independent organization than Nabunken, but occasionally the main office is located in Nabunken. That's the reason why this confusion happened. Okay. オフィスが那文献の建物の中にある。ただ、那文献とはもう強力にやってますので。はい。で、防災センター、文化財防災センターは、お返事で書きましたけれども、もともとは東日本大震災での文化財レスキューの、委員会があって、その委員会の枠組みが2010、4年ですかね、に、文化財防災ネットワーク推進会、っていうものに変わっていきます。そこをもとに、国立文化財機構は、いろんな文化財の防災のプロジェクトを6年間、文化庁から1年ごとの予算をもらって、補助金としてもらって、6年間続けてまいりました。で、その成果をもとにして、文化財防災センターが新しく作られたっていう。こういう流れですね。ですので、もともとのオリジナルのスタートは、東日本大震災の文化財レスキュー。これがスタートになります。なるほど。その大震災のすぐ後なんですけれども、その那文献といろんな企業が文化財レスキューということがあったんですけれども、そういうことについて少し、今、10年後なんですけれども、一番大切な結果とか、どう思いますか、小島さんのご意見としては。東日本大震災の時には、一つのまとまったやり方っていうのが、決まったやり方っていうのはなかった状態でした。それを、その救援委員会を作ることによって、いろんなレスキューのやり方、どう入っていくのか、人をどう配置していくのかっていうことが、救援委員会が中心になって決めていきました。で、今この10年間の間に、いろんな災害が日本で連続して起こってるんですけれども、その度ごとに、そのやり方っていうのをバージョンアップしていって、今はいろんな連絡体制取りながら、できるようになってきています。これは国立文化財機構が中心になってやっているというよりは、もちろん中心なんですけれども、いろんな団体と連携をしながら、得意な専門家がやっぱり行ってもらえますかとか、お願いをして行ってもらうとか、そういう体制ができるようになりました。これは10年間の大きな進歩だなというふうに感じています。文化とかこの防災センターは全国の組織なんですけれども、特にですね、地方にあるなんていうか自衛隊とか、市町村とどういう形で連携することができますか？ここがね、非常に難しいところなんです。まず、日本全体の文化財の防災体制を作ろうと思うと、どうしても地域の体制っていうのを作っていかない。で、一つの、例えば、奈良県だったら、奈良県というエリアの防災体制を作れば、それが全ての日本全国の都道府県に、当てはめることができるかというと、そうはいかないんですよ。
もう先生よくご存知のように、日本のこの県とか、こういう単位は、はい、もうそれこそ江戸時代の、はい、そういう風習を元にしてできているようなものですから、はいはい、一つの県の中にも違う国が一緒になってできている国もあります。県もあります。はい、こうすると、もう地域によってその文化のありようというのが全然違う。で当然そのいろんな行政のやり方もシステムも違うということがありますので、その地域地域に一番ふさわしいやり方を文化財の防災の体制というのをまず考えていかない。かといって市町村単位の細かい単位でやってしまうと、これもとてもできることではないので、はい、今は都道府県単位でまずはどういうふうな防災体制を作っておられますか、どこに問題がありますかっていうのを調査に行ったり、ヒアリングに行ったり、あるいは僕らいろんなところに行きますので、こちらの県ではこういうやり方をしてましたよという情報共有を図りながら、その地域地域の問題っていうのを今は共有してるっていうところですね。で、共有することによって例えば、奈良であれば、大阪、和歌山、滋賀、京都、兵庫という、はい、まあ、近畿という地域がありますよね。この近畿というブロックで全体、お互いにこう助け合う協力体制というのはできませんか？ということを今、やろうとしています。特に、この近畿の方は関西広域連合、これ行政の単位なんですけど、集まりなんですけれども、こういった関西のいろんな、府県が集まって、はい、いろんなことを決めてます。その中に防災も入っていて、はいはい、その防災の取り組みの中に文化財も入っている。だから関西は非常に進んでる部分もあります。ところが、これが中国地方、四国地方になってくると、どうしてもそういった、体制が取れてないというところもありますので、で、中国四国ブロック全体をカバーできるようなシステムというのを、また中国四国の人たちに集まっていただいて、一緒に考えましょうってことをやって。で、最終的には、九州ブロック、中国四国ブロック、近畿ブロック、北陸、東海、中部、それと、甲信越、関東、それと東北、北海道、この6つのブロックを最終的には全部集めて、で、日本の全体のもうそれぞれの違いっていうのを認識しながら、でも共有しながら、日本全体としてどうやって防災の力っていうのを高めていきますか、文化財の防災の力を高めていきますかっていうことを、まあ、作り上げていこうというのがこれからの活動ですね。はい、はい、かしこまりました。ありがとうございます。それとですね、小友さん、まあ、多分いろんな聞こえる人が興味があると思いますけれども、もう10年間ぐらいですね、まあ、特に東北の大震災の後に、いろんな、まあ、緊急発掘調査とか、ありまして、その復興の前に、いろんな現場を、ものを見つかりましたと思いますけれども、それからいろんな知り合いから聞きますけれども、小島さんのご意見の中に、一番大切な、新しく見つかったものについて少しだけ紹介することはできませんでしょうか。ですね、東北地方っていうのは、一つは貝塚がたくさんあります。はい、はい。で、僕非常にその東北地方の文化を、縄文とかの文化を話している非常に貴重なものなんですけれども、まあ、まずこれがある。それともう一つは製鉄遺跡ですね。はい、鉄の、はい。はい、遺構がたくさん見つかっています。はい。はい。それと、あとは、まあ、古墳みたいなお墓ですね。こういったものが見つかっているんですけども、まあ、それぞれ、新しい住宅を建てるために壊されたりとか、まあ、最終的にはもうなってるんですけれども、まあ、その発掘調査をどう展開していくのか。大規模な震災の後に、大規模な移住っていうのが、住民の移住っていうのが、高台への移住っていうのが、もうこれはもう絶対やらないといけない。行政的にはやらないといけない。
で、そこにでも遺跡があって、その遺跡を壊さないといけない。この二つの大きな、ジレンマがあるんですね。はい。でもそれに対して、やっぱりこう、住民に対してもちゃんと丁寧に説明していかないといけないし、文化財を守ろうという立場の我々も、どうやってそれを守っていきますか。はい。壊されるんだったら壊されるにしても、きちんと、後の世の中の人に、それを伝えていけるような記録っていうのをきちんと保存していかないといけない。はい。これがあると思います。はい。一つ取り組みとしてやったのが、お墓が、まあ、たくさん、古墳が見つかったんですけども、横穴子が見つかったんですが、はい。その中に、線刻、壁にこう傷をつけて絵を描いてる。あ、はい、はい。のが見つかりました。はい。で、これはもう、非常に貴重なものですので、本当はそのお墓そのものを残したかったんですけれども、もうそこにこう、住宅を建てないと、住民そのものが、その町からいなくなってしまう。もう、大きなその過疎のスポットができてしまうっていう。町自体がもうなくなってしまうんじゃないかっていうのは、そういうこう、リスクもあったんですね。ですから町としてはどうしてもそこに、新しい家を建てないといけない。そのためには、その貴重な横穴子をもう壊さないといけない。ということで、壊すだけではなくて僕たちが考えたのは、そのレリーフを切り取って、リセットしましょう。持って帰ってきましょう。ということをやりました。で、その時に、その単に昔のものが見つかったので、これを切り取って持ってきましたよっていう意味ではなくて、そういうことをせざるを得なかったのは、震災があったからなんだ。東日本の大震災があって、津波で低いところの土地の人たちがたくさん亡くなりました。そのために住民は高台に住まざるを得なくなった。住まなければいけなくなった。その結果、遺跡を壊さざるを得ない。でも、これ非常に重要なレリーフなので、石室の中を切り取って、ここに展示をしています。だからこれはただ単に古いっていうものではなくて、私たちのその震災にあったんだっていう記憶。その記憶の一つなんですよ。で、私たちはこの土地に、先祖がこういう非常に素晴らしい文化を持ってる。その先祖が住んでたんです。ということも共有しましょう。これが震災のマイナスのイメージっていうのを生かして復興の力にしていく。で、震災のことを忘れないでおこうねっていう一つの記憶として、それを伝えていきましょうという、そういった取り組みを一つしてました。はい。はい。はい。それでは、次の質問なんですけれども、はい。そうですね。実は防災とか、まあ災害ですか、いろんな自然災害がありますから、それ特にこれからですね、少し将来向きの、なんとか気候変動とか問題がありますから、実はうちの地域ですね、イギリスのイースタングレ地域のところの海岸沿いですか、非常に低いなんですけれども、特に海岸浸水ショックですか、の影響で、いろんな、まあ文化財、まあいろんな、今住んでるところもなくなるんですけれども、危ない状況がありますから、そして今年の秋ですか、まあ、イングランド、まあ、英国の北の方にあるスコットランドのグラスゴーという都市で、まあ、月の国際会議がありますから、その COP26 という会議がありますから、どうですか、今、小泉さんのセンターの中に、その気候変動の、まあ、防災ですかのことについても、ちょっと考えがありますというか。気候変動に、そのものに対するものってないんですけれども。そう。はい。でも、むしろその、気候変動の影響で、文化が。はい。されるものがいくつかあります。うん、同じように日本も島国ですので、海岸線が後退する。特に浜辺がなくなっていくっていうのは、浜ですね。それがなくなっていくっていうのは。
で、実は幅の中に、その延長のところに、あの古い砂丘があって、その砂丘の中に実はいろんな遺跡が、あの、埋もれてるというのがあります。はい。はい、でそれがこう、だんだん失われていくっていう、やっぱり危険性。これが一つありますね。ただこれあの、気候変動だけではなくって、砂浜そのものの消失っていうのは、非常にこう、あの、難しい問題なんですけれども、治水、洪水、あの、川が氾濫しないように、いろんなダムを作ったりして、山の、そういった土とかが、海に流れ込まないような、結果的にそういうふうなものを作ってしまう。結局こう、砂の供給が、山からの供給が今なくなってしまっている状況で、あの、砂浜が後退していってるっていうこともあるんですね。これが、その気候変動の、その海岸の浸食と、今、重なって、非常にこう大きなあの問題になってきてる。だから、自然災害だけではなくて、そういうこう、災害に対する手段っていうのが、実はマイナスの面も持ってるんだ。災害を防ぐだけではなくて、そのマイナスの面っていうのもちょっと今から注目しておかないと、これは、あの、人間のそのインフラストラクチャーであるとか、人命を守るということ、これは最優先ですけれども、その裏には、実は我々のその遺跡であるとか、文化財であるとかいうものが失われる危険性も実はあるんだ。ここはやっぱりこう、なんとかこう政治をやってる方とも共有しながら、いい解決策を今の考えていかないといけないだろうな。これは多分文化財防災センターで考えるべき一つの側面なのかなっていうふうな、あの、思います。はい。はい。ああ、それはとても面白いですね。あの、実はあの、今、イギリス諸島の一番北にあるオークニー、あの、小さな諸島がありますけれども、なかなか有名な、まあ、考古学の研究者の中なんですけど、ゴードン・チャイルド先生が、あの、スカーラブレイという、あの、新石器時代の集落をおったんですけれども、もう1930年代ぐらいですか。でも、その遺跡も、実は砂丘の下に、あの、保存されましたですけれども、大きな嵐の影響で、あの、見つかったものですけれども、少し、あの、そういうことについて考えて、なかなか面白いと思うんですけど、ありがとうございます。それでは、あの、最後なんですけれども、あの、まあ、やっぱり、あの、ラブンとか、あの、小島さんの防災センターが、これからですね、あの、国際的な、あの、活動として、あの、協力することは、ご予定とか、あの、あり、可能性があるとか、あの、どう思いますか？あの、まだ日本はですね、先ほど申し上げましたように、今、まさに日本全体としての、その文化財の防災体制というのを作ろうとしている。その、はい、どれだけの協力ができるか、これはわかりませんけれども、まあ、少なくともこの10年間のいろんな経験をお話しすることができる。はい。はい、うん、その経験を共有して、お互いに、その、どういうところがいいのか、悪いのか。こういったところをディスカッションしていくことが、まずは日本の役目としては大事だというふうに思っています。で、特にあの日本は、あの、火山もありますし、地震もありますし、台風もあって、まあ、世界中のいろんなこの災害の、あの、が集中している、まあ、ある経験をしている国ですので、まあそういった意味では、あの、国際的な、そういった集まりなんかの時に、日本の経験をお話しすることによって、で、それに対してどういうふうな対応をしてきたのか、どこが不十分だったのか、っていうことをお伝えすることができるんだろうというふうに思っています。はい、あの、おととし、3年前になりますかね、あの、エクアドルでやっぱり地震があって、はい、あの、エクアドルの復興っていうことを、博物館を通して、そういったことをやりたいという要請がありましたので、あの、民族博物館の、関先生と一緒に、エクアドルに行って、そういった講演をしました。はい、ちょうどその、パリの、そのユネスコに、あの、いらっしゃった方が、あの、ぜひ、日本の経験というのを、パリにも伝えたいからっていうことで、あの、はい、まあ、その時の講演の、レジュメを送っていいかと。いうふうに言われましたので、それもぜひやってくださいと。で、いろんな意見をくださいというようなことでやって。はい、だから、まあ、我々も、あの、
何かこう、我々が会議を主催してっていう、まだ力はありませんけれども、ただ呼ばれたら行って、私たちの経験というのをいくらでも、語ることができるというふうに思います。最後なんですけれども、もし、うちの第3木曜日会の方々のために、少し簡単な、メッセージとか、何か他のことが、いいことがありましたら、小泉さんはいかがでしょうか、もし何かありましたら。イギリスも同じやっぱり災害点、いろんな形であると思うんですけれども、今、文化財の防災っていう話を僕らは、そういった立場でやってますけれども、もともと私の専門は保存科学、コンサーベーションサイエンスなんですね。はい。はい。で、保存科学の立場で防災に関わってきましたけども、文化財を守っていく、文化財を伝えていくっていう、その保存科学の役割。これ重要だと思ってるんですが、文化財の防災の仕事をしていく中で、この防災の仕事をずっとこう高めていくことによって、実は文化財を保存していくことができるんだろうと思っています。先ほどもちょっと言いましたけれども、行政的なインフラの整備で災害を、防いでいきましょう。人の命、社会の暮らしを守っていきましょうという、これ社会的な問題ですね。はい。で、日本でもう一つあるのは、ローカルエリアのところが非常に人口が少なくなっている。若者がいなくなっている。っていう問題があります。これも文化財が消失していく一つの、問題なんですね。大きな問題になっている。これも、そういったこう非常にこう弱くなっている社会、地域の社会そのものが弱くなっているところに、災害が来ると、この地域の社会そのものが消滅してしまう。人は生き残ったとしても、文化そのものが失われてしまうと、その地域というのはもう失われたものと同じなんですね。だから社会的な問題も含めて、文化財をどう守っていくのかっていうのが、うん、保存科学の枠をもう一つ超えた。その文化財を、文化とか文化財を守っていく。最終的には、地域の社会を守っていく。日本を守っていく。もっと広げていくと世界を守っていくっていうような、そういった動きになっていくんじゃないかなっていうふうに、私自身は個人的に考えています。はい。はい。